皆さんこんにちは、東北キリトンです。私一人の動画は久しぶりですね。早速本題に入ります。9月27日にアーケアバージョン 5.0 が到来します。あと2年は待つ気だったんですけど、結構早めに来ましたね。それでおそらく毎度おなじみ譜面定数の調整も来ると思います。なので今回の動画は譜面定数が変わりそうな譜面を予想してきたので、それを発表していく動画です。皆さんの予想も良ければコメントに書いてくれると嬉しいです。譜面定数が上がりそうな譜面、下がりそうな譜面という感じで順番に発表していこうと思います。その中でそれぞれに最有力候補を決めています。これは絶対に調整入るだろうと思ったやつですね。ではまずは譜面定数が上昇しそうな譜面から。私の最有力候補はラノタコラボよりステイシスです。皆さんどうですか？この曲 10.7 は無理があると思いませんか？私は無理があると思います。初見プレイの時、私は 10.9 を確信しましたが、運営が設定した定数はこれ。この曲ね、サビ前までは正直 10.7 でもギリ許せるんですよ。ギリギリね、100歩譲ってね。けどさすがに、サビ以降の配置が 10.7 は無理あるよ。もうね、何も見えない。気づいたらノーツが全部黄色か赤になってるんですよ。あと背景なんとかしてほしい。クローンが簡単だから許されてたけど、10プラスをこの背景でやらせるのはいかつすぎる。私はさっさと 10.9 にぶち込めと思うんですが、まあ現実的に考えたら 10.8 で様子見されると思います。定数据え置きは認めません。あとはワンチャン定数上がるかなっていうやつを簡単に発表。テクロ、現定数は 9.3。ラストの配置が 10.5 くらいあるので有罪。予想は 9.3 から 0.2 上がって 9.5。タリマカルマ、現定数は 9.8。普通に 9.9 でいいです。どうしてちょっと謙遜した。パープルバース、現定数は 9.6。ガイさんが10プラスって言ってたのでせめて9プラスには行きそう。9.7 予想。ヘッドボンクアーチ、現定数は 9.4。ビタテレンとかアークの動きとか考えたら 9.4 は詐称な気がするから 9.5 になりそう。スモールクラウド、シュガーキャンディー、現定数は 9.1。BPM が高いからもっと高くていいと思う。9.3 くらい。無機質世界に彩りを、現定数は 9.2。難しくはないけど間違いなく 9.2 ではない。最終章と同期だから難易度感覚麻痺してたんだろうなと思う。9.4 じゃないかな。雲の糸、現定数は 10.8。ほぼダンタリオンなので 10.9 でいいです。ピスティファイの FTR、現定数は 10.8。普通に 10.9 でいいよ。プリミティブライツ、現定数は 10.7。素直な譜面だけど求められる実力考えると10.8な気がする。詰めれば詰めるほど実感しやすい。マニックジア、現定数は 10.6。個人的難易度10最強。10プラスになっても不思議じゃない。10.7。グッドバイメリーゴーラウンド、現定数は 10.5。10.5 でいい気がすると思ったけど、最後の縦連で 10.6 行きになりました。X、現定数は 10.4。X トリルが 10.7 あるけど他の配置が弱めだから 10.5 にしましょう。10.6 でも文句はない。イザナ、現定数は 10.3。とりあえず何も考えず 10.4 に上げよう。毎回 0.1 ずつ上げていこうね。おまけのストロークのビヨンド、現定数は 10.2。イザナと同じ未来をたどってる曲。普通に 10.2 ではないので 0.1 上げておこう。パーティービナルのビヨンド、現定数は 10.1。さすがに無理があろうと思われます。10.3 にしとこう。エナジーシナジーマトリックス、現定数は 9.6。クソ譜面なので変な意地張らずに 9.7 に上げましょう。定数が上がる予想の譜面はこんな感じです。半分当たってたら上出来ですね。次は、譜面定数が下降しそうな譜面を発表する予定だったんですが、今この場面を編集してるのが26日の朝5時なんですよ。つまりどういうことかというとですね、この動画が完成するの絶対27日までに間に合わないんですよ。あと眠い。なのでもともと入れる予定だった定数が下がりそうな譜面の部分カットします。本当にごめんなさい。一応コミュニティ投稿の方に予想の方だけ載せときます。ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。